海上幕僚長海級省海上幕僚長は、海上幕僚幹部の長、海上自衛官の最高位である。大日本帝国海軍の軍令部総長、アメリカ海軍の海軍作戦部長、イギリス海軍の第一海軍卿、またはフランス海軍などの海軍参謀総長に相当し、防衛大臣の指揮監督のもと、海上自衛隊の任務及び隊員の服務を監督し、 それらに関する最高の専門的助言者として大臣を補佐する。海上自衛隊の人事、教育訓練、防衛力整備、広報補給などを司るフォースプロバイダーとして平時の部隊を管理し、有事の際にはフォースユーザーの統合幕僚長に海上自衛隊の部隊を提供する役目を担っている。防衛省に設置される特別の機関の一つである防衛会議の構成員であり、 政令指定職7号の役職である。階級は階層であるが、通常の階層が海軍中将に相当するのに対し、海上幕僚長は、統合幕僚長と同じ特別の階級章が定められているため、海軍大将相当である。特別の階級章とは、通常の階層の階級章は、検証が近似に桜星が3つ。 冬服上着の袖章が、金の太線一本の上に、金の中線二本に桜星一つであるのに対し、統合幕僚長及び、海上幕僚長たる海章は、検証が、金字に、桜星が四つ、冬服上着の袖章が、金の太線一本の上に、金の中線三本に桜星一つとなっている。自衛隊において、大将総統官は、統合幕僚長、 陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長の4人だけである。海上たる海上自衛官は60歳をもって定年退官となるが、海上幕僚長たる海上の定年は62歳となっている。海上の定年を超えて、海上幕僚長の職位にある海上自衛官が、海上幕僚長の職務を辞任したり、解任された場合はその時点で定年に達したものと、 見なされ、自動的に定年退官となる。ありがとうございます。